はい、ここからはマネー情報のコーナーです。まあ、家というのは非常に大きな買い物ですので、資金計画が大事になってきます。ここからは私も所属しております FP 集団スマイルマネー塾の住宅ローンセミナーの中から抜粋して皆さんに情報をお伝えしていきます。今日お伝えしたいのはですね、贈与に関してです。政府の景気対策ということで、住宅建築に関わる贈与税の非課税枠が拡大されております。贈与税、通常110万円までは無税なんですけれども、それ以上は税金がかかります。で、平成25年度はプラス700万円、平成26年度はプラス500万円まで非課税枠が拡大されております。またですね、省エネですとか耐震性の高い自宅についてはさらにプラス500万円という形になっております。これは非常に大きいですね。ただいろいろ注意が必要です。贈与を受けた、例えばですね、翌年の3月15日までに上等していることというのが条件になってきます。この上等というのも、これは注文住宅の場合でして、例えばマンションですとか建て売りについては3月15日までに入居というのが条件になっております。また確定申告も必要になってきます。ですので、使うときはいろいろ調べてですね、条件などを確認しながら、この非課税枠を使っていただければと思います。またもう一つ注意が必要なんですけれども、この非課税枠なんですが、必ず住宅の資金に充当することというふうな形になっております。例えばですね、住宅に入居した後に贈与をもらって、それを繰り上げ返済に使ったなどという場合には、この非課税枠を使えませんので、ご注意してください。このような形で進めていただけて、使っていただければ非常に有効な住宅取得のための手段という形になりますので、ぜひご活用ください。はい、それでは次回のご案内です。次はですね、7月25日木曜日12時からのスタートとなっております。ゲストは株式会社ジュジュ商建設様です。こちらの方もぜひご覧になってください。ご覧いただきました皆様、今日どうもありがとうございました。また来月もよろしくお願いいたします。